2023年9月22日、JR の観光列車 SL アソボーイが1日限定で18年ぶりに運行され、多くの人で賑わいました。SL アソボーイは JR 熊本駅を10時8分に発車、阿蘇市一宮町宮地の JR 宮地駅に正午過ぎに到着し、 阿蘇市のキャラクター赤牛くんらが旗を振って乗客を出迎えました。SL アソボーイは1988年から2005年まで JR 豊肥線熊本宮寺間を運行、その後引退し SL 人吉として復活していました。そして老朽化で来年の3月に引退するのを前に1日限定で SL アソボーイとしして18年ぶりりに線を走りましたその後、乗客らはバスに乗り換え、熊本地震で被災した阿蘇神社などを見学、午後2時25分に宮地駅から熊本駅へ向けて発車しました。